皆さんこんにちは。2000年代まで日本には数多くのスポーツカーが存在しており、中でもスポーツカーらしさの象徴ともいえるリトラクタブルヘッドライトを採用した車種もたくさんありました。そこで今回は人気が再燃しそうなリトラクタブルヘッドライト搭載車をご紹介します。1. トヨタ3代目スープラ。リトラクタブルヘッドライトが似合うハイパワースポーツカーとして大人気だったのがトヨタ3代目スープラです。その前身であるセリカ WX のデビューは1978年ですが、2代目でリトラクタブルヘッドライトを採用。そして3代目からは日本でもスープラを名乗るようになりました。兄弟車のソアラがラグジュアリークーペ路線だったのに対し、スープラはスポーツカー路線。パワーアップしたスタイルと性能で登場し、大ヒットとなりました。3代目スープラのロングノーズショートデッキのスタイルはいかにもスポーツカーであり、ボディサイズは当時としては大きな部類に入ります。エンジンはいずれも直列6気筒で2リッターから3リッターターボまで幅広くラインナップされましたが、ワインディングやコーナーを攻めるというより直線を豪快に加速していくマッスルカー的要素が強く、それがまたスープラの魅力でした。 2. ホンダ3代目プレリュード。リトラクタブルヘッドライトは何もスポーツカーだけのものではありません。1980年から1990年代のスポーツカーのような高性能ではなくても、スタイリッシュで快適さを追求したスペシャリティーカーやデートカーと呼ばれるジャンルがブームになっていました。そんなリトラクタブルヘッドライト、最盛期にシルビアと並びデートカーのツートップを成していたのが、1987年に登場したホンダ3代目プレリュードです。リトラクタブルヘッドライトは2代目から採用されていましたが、低さを強調したノッチバックスタイルのスタイリッシュなクーペが大ヒット。エンジンは2リッター NA のみというシンプルな構成でしたが、ステアリングを切った前輪とは逆方向に後輪が稼働する 4WS を自販車としては世界初で搭載したことも話題になりました。 3. 日産 180SX。 1980年代中期から1990年代前半に訪れたバブル好景気はバブル期と呼ばれ、次々とチャレンジングな国産車が登場した時代です。また当時は同じメーカーでも販売チャンネルによって車種を分ける姉妹車戦略が主流となる中、1988年にシルビアが5代目へフルモデルチェンジ。翌1989年に姉妹車として登場したのがリトラクタブルヘッドライトを搭載したハッチバッククーペ 180SX です。 180SX はシルビア S13 型とコンポーネンツを共有し、 FR スポーツとしての側面を持ち、一時はドリフトマシンとしても人気になりました。中には 180SX にシルビアのフロントフェースを移植したシルエイティナルチューニングカーも登場したほど、手頃かつ本格的なスポーツカーとして人気を博しました。 4. マツダ初代ロードスター。バブル期の絶頂だった1989年は日本車大豊作の年で、現在でもその系譜を受け継ぐ名車たちが
続々と登場しました。中でも手が届くスポーツカーであり、オープンの魅力まで兼ね備えた1台として大ヒットしたのがマツダ初代ロードスターです。コンパクトな2シーターオープンボディにエンジンは一般的な 1.6 リッターを搭載し、さまざまな車種からパーツを流用して開発期間を短縮。ハイパワーエンジンや専用部品がなくても運転そのものを楽しむ人馬一体感こそがスポーツカーの真髄ということを見せつけてくれました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。